はい、競馬ブック立東半路トラックマンの青木です。今週の狙い馬ということで、あとね、 G1 レースの方はこの別枠の、ね、TM トークの方でちょっと喋らせてもらいましたので、まあ、ここではね、この土日で行われる、ね、G3 競争2クラ、こちらをね、展望していきたいと思います。まずは、土曜日の、ね、中京メインレースの中日新聞杯ですね。まあね、これ G3 のハンデ戦ということなんですけれどもね、これ先週ね、これ同じ距離のチャレンジカップというレースがありましたんでね、まあ、ちょっとね、メンバーレベルはね、正直それほど高くはないかなという一戦ですね。まあ頭数は揃ったんですけれども、まあちょっとね、オープン特別クラスのね、メンバーかなというところはあります。ということでちょっと狙ってみたい馬ですね。15番のミスマンマミーヤ、これ藤田七子騎手、騎乗なんですけれどもね、まあ、やっぱり前走ね、エリザベス女王杯チャレンジしたんですけれどもね、もう候補のままちょっとね、いいところなく17着と大敗しました。まあさすがにちょっとね、 G1 ではちょっとね、あの荷が重すぎたのかなという印象でしたよね。まあね、今回ね、まあ、G3 になりまして、まあ、筋量ハンデがね、50キロなんですよね。もうこちらがもう最大の魅力と言ってもいいと思いますね。まあね、これ折り切りはね、これ C コースで行われたんですけれどもね、これまあ私ね、ちょっと販路担当で、しかもね、ちょっとこのまま折り切り映像がなかったもんですからね、まあ、ちょっとね、実際確認することはできなかったんですけれども、まあね、これ合わせ馬で、まあこれね、並走パートナーをね、1秒以上ちぎってきてますんでね、まあ、時計も良かったですし、まあね、状態に関してはね、これ全く心配ないと思いますんで、またね、これ藤田ジョッキーね、これやっぱり外を回ってこれ後ろからね、追い込んでくる競馬ね、結構得意としてますんでね、この馬の客室にもね、これジョッキー、まあ、ぴったりとマッチするんではないかと見ています。対抗はね、里のガーネット4番ですよね。こちらね、女王杯で私ね、本命打っていたんですけれども、まあちょっとね、展開向かなかったこともありましてね、まあ9着と、まあ見せ場までは作れませんでしたよね。まあね、あの後気配キープしてますしね、まあ、こちらもね、ハンデ軽めの53キロですから、まあね、今回はね、十分馬券圏内突入もあるんではないかなと思いますよね。あとまあね、3番手湘南バッハ、これねもう8歳馬、もうね、ぼちぼち9歳というところなんですけれどもね、まあいつもね、稽古動くんですけれども、相変わらずね、こう弾むようなフットワークで素晴らしい動きを見せていましたよね。まあ、姉妹はね、本当に確実に一足使ってくるタイプなんで、まあ、直線長い中距離も合っているんではないかと思います。まあ、あとはね、ロードバンドール1番ですよね。やっぱりね、積極的な競馬すればね、本当に大崩れはないしぶといタイプですよね。まあね、1番枠引きましたんでね、もう思い切って前に行くと思うんですけれども、まあね、若干ね、やっぱり展開に早くなるんではないかと思うんですけれどもね、まあ、あのそういう流れでもね、粘ってくるのがこの馬なんで、まあね、これ前々で積極的な立ち回りさえできれば十分チャンスはあるんではないかと思っています。まあ、あとはね、11番谷野フランケルですね。まあ、どちらかというとね、直線平坦向きの印象もあるんですけれども、まあね、あのロードに生かしてね、まあ、すんなり2番手あたり取れたらね、まあ、ひょっとしたら粘り込みもあるんではないかなというところですね。まあね、もう1頭7番のアイスストームですね。まあ、前走ね、まあ、あの姉妹なかなかいい伸び見せてましたんで、まあね、オープンには十分目処が立ったんではないかなと思います。まああとね、追い切りの動きも非常に良かったんで、まあ、一等を抑えておきたいところですね。まあ、ということで、まあ、馬券はね、このミスマンマミーヤ15番からの馬連でいきたいと思います。相手はね、4番サトノガーネット、12番の湘南バッハ、1番のロードバンドール、11番谷野フランケル、7番アイスストーンでいきたいと思います。中日新聞杯は以上です。続きまして日曜日のね、中山のメインレースカペラステークスですよね。まあ、こちらもちょっとね、正直これ本命が藤田七子騎手なんですけれども、こちらのね、コパノキ君、これはもうおそらく一番人気になるぐらいのね、馬だとは思いますよね。まあね、これ前走 JBC スプリントも本当にね、もう勝ったかというぐらいの、ね、見せ場十分の内容だったんですけれども、まあさすが最後ね、これわずかにね、こう刺されてしまいましたよね。まあ、今回ね、この距離短縮は非常にいい材料と思いますよね。まあ、あとはね、筋量が58キロ、これ初めてなんですけれども、まあ、前走ね、これ G1 競争で、まあ、57キロを背負って、まあ、あれだけね、高内容で2着でしたから、まあね、G3 戦でしたらね、この58でも、まあ、十分ね、戦えるんではないかなと見ています。まあ、ちょっとね、かなりね、速い馬揃いましたんでね、今回、鼻はちょっとね、厳しいかもしれないんですけれどもね、まあ、去年あたりはね、これも後方からすごい足で追い込んでの優勝でしたから、まあ、位置取りはね、それほどこだわらないと思います。まあ、こういうあたりが取れたら、まあ、理想的かなとは見ていますね。あとまあね、追い切りの動きも非常に良かったんで、
まあね、疲れもそれほど残っていないと思います。対抗はね、4番のゴールドクイーンですね。まあ、あの4番枠引きましたんでね、もうおそらくこの馬がねもう先手主張して、まあ、鼻ね立つんではないかなと思います。まあ、2走前ですね、同じコースで行われました長月ステークス、これね前半33秒0と、まあ、かなりねこれハイペースでの逃げになったんですけれどもね、この直前も最後にもうぶっちぎる感じでの優勝となりましたんでね、まあ、少々早いペースでも、まあ、行き切れさえすればね、あの十分好勝負可能ではないかなと見ています。あとはねこの長月ステークスの時はね57キロだったんですけれどもね、まあ、今回は55キロで出る、まあ、この辺もね非常に有利な材料ではないかなと見ています。3番手はね12番の帝王ジーニアスですね。まあね前走ね初めてのオープン戦だったんですけれどもね、まあ、2着といきなり結果を出しましたよね。まあ、あの中山もねこれ一戦一勝と実績ありますし、まあね展開もねちょっと早くなりそうなんで向きそうですから、まあね重賞のここでも十分チャンスはあるんじゃないかと思います。次はね1番のドリューですね。まあ、最近ねちょっとこれもう東京ばっかりね6走連続ね使ってるんですけれどもね、まあコースは本当に問わないタイプでね、これまあ7走前ですね、まあ中山、まあね 1200m で16頭立てで、あの今回と同じね1番枠から3着というね実績ありますんでね、まあこの枠で揉まれてもね、まあそれほど心配はないかと思います。まあの展開にちょっとはまりそうな感じもありますんで怖い頭と思います。あとはね15番の広重ゴールドですね。もう前走はねもう発馬の後手もうこれが全てと思いますね。もう砂をかぶってちょっとね競馬にならない感じだったので、まあ、ちょっとね今回外目の枠ね15番枠になったんですけれどもね、まあ、砂をかぶらず、まあ、すんなりとねスムーズな競馬ができたら十分巻き返しがあるんじゃないかなと見ています。あとね、まあ、もう一頭14番の修二ですね。まあ、前走やっぱりちょっとね使い込んできてましたんでね、まあ、疲れがあったのかもしれませんね。最後ちょっとねバッタリ止まっての15着でしたけれども、まあ、ちょっとね今回間隔を空けてきましたので、まあねあの稽古の動き見る限り元気も戻っているような感じありますんでね、まあ、この外目の奥から、まあ、砂かぶらずに運べたら、まあ、十分巻き返しのチャンスがあるかなというところです。馬券の方はねこの7番コパノキッキングから、ここはねちょっと馬単で行ってみたいと思います。4番のゴールドクイーン、12番の帝王ジーニアス、1番のドリュー、15番の広重ゴールド、14番の修二へと流す形、あとねゴールドクイーンコパロキッキングのこの裏ですね、4番7番だけはちょっと押さえておきたいかなと思います。まあ、ということで今週はねこれ阪神とね香港の G1 競争にね注目集まると思うんですけれどもね、まあ、これね土日の G3 も本当に必見のレースと思いますんで、どうぞお楽しみにお待ちください。ありがとうございました。競馬情報は競馬ブックスマートで。